おい、クリシナたちが香港マハに見つかったぞ。え、逮捕されたんですか？いや、今車で逃げてる。無線連絡があった。アフランシー、ヤスだ。ウル・ウリアンが香港マハの車に乗っていたらしい。ウルが？クリシナ、もっとスピード落として。捕まりたいんですか？あいつら貨物船を襲った連中ですよ。どうするのよ。しっかり捕まって。振り切ってやるわ。あいつらメタトロン。ええ、アフランシアを迎えに来た連中です。運がいいな、ウリアン少尉。自分もそう思います。あの車、運転してるのは女か。すごい運転テクニックじゃないか。まるで暴れ馬だな。手なずけるのに苦労しますよ、ああいうタイプの女は。クリシュナ・パンデント、ますます好きになったな。魅力的な女性だよ君は。マダラス船長。アフランシー、心配するな。今ミッシェルたちに連絡した。いざとなったらガイアギアを出してクリシナたちを助ける。ガイアギアを出す？ダメよそんなことは。今騒ぎを大きくするのはまずいわ。なぜだ？ガイアギアを動かせば香港マハもマンマシンを出すでしょう。香港市内でマンマシン同士が戦えばスペースシャトルの発進にも影響します。これはスペースシャトルのチケットです。1枚だけ手に入れたわ。これがあれば2時間後に出発する予定のシャトルの定期便に乗れます。アフランシをシャトルに乗せるのか？ええ、アフランシが香港にいることが分かれば香港マハはシャトルの運航を中止させるでしょう。今度のシャトルを逃せばいつ宇宙に上がれるか分からない。だからガイアギアを出すのはシャトルが発進してからにして。エヴァリーを見捨てて僕一人だけ宇宙に行けというのか？僕はまだ宇宙に上がると決めたわけじゃないんだぞ。落ち着け、アフランシー。ミランダの言う通りだ。今を逃せば宇宙に上がるチャンスはなくなる。船長、あなたまでそんなことを言うのか？クリシュナを信じろ。エヴァリーを連れてきっと帰ってくる。だからアフランシーは宇宙に行ってくれ。でももしエヴァリーが捕まったら。とにかくミシェルたちに合流しよう。ミランダ、車あるな？ええ、すぐに手配します。マドラス船長、あの時ウルを助けたのは間違いだったんだろうか？そんなことはないさ。ここで見つかっちまったのは俺たちの油断だ。油断？これだけ人間が溢れていれば絶対に見つかるはずがないと思い込んでた。だから気が緩んだんだ。ウルってやつはそういう隙につけ込むことができる男なんだ。貨物船を襲ってきた時もこっちが逃げ切れたと安心した時、不意打ちをかけてきただろう。ああ、怖い男だな、ウル・ウリアンは。なあウリアン少尉、あの車本気で逃げ切れると思っているのかな？さあどうですか？狭い町だ。見失うことはないが、そろそろ追いかけるのも飽きたな。警察に応援を頼みますか？いや、警察など当てにはならん。マハはマハのやり方である。ジャンウェイフ少佐、聞こえますか？ああ、レイちゃんか。これから香港マハ本部を発進します。そちらの位置を教えてください。洪水ベイロードを東に向かっている。目標の車は潰しても構わんが、乗っているやつは殺すなよ。了解。マンマシンを出動させるのですか？その方が早いからな。まあ見ていろ。後ろの車、まだ追ってくるわ。どうしても振り切れない。助けて、ジョー。ケラン、アフランシ。何あれ？マンマシン。ぶつかる。エヴァリー逃げて。ダメ、ドアが開かない。どうだね、ウリアン少尉、無傷で捕まえただろ。香港マハのお手並み、見事なものです。車の二人、自分に任せていただけますか？暴れ馬を飼いならしたいのか。いいだろう、好きにしたまえ。レイちゃん、聞こえるか？は。ご苦労。
あとは今そちらに向かったウリアン将尉に任せてよし。了解。クリシナ、窓を開けろ。ウリアン。君とは不思議な縁があるようだな。怪我はないか、クリシナ。クリシナ、クリシナ、応答しろ、クリシナ。無線繋がらないのか。ああ、さっきから呼び出してるんだが、車を捨てて逃げてるんだろうな。メタトロン、聞こえるか。なんだ、お前誰だ。僕の声をお忘れですか、マドラス船長。ウリアンか。クリシュナとエバリーは僕が預かった。返してほしければ香港マハの本部まで来るんだな。ウル、二人は無事なのか。その声、アフランシか。二人とも元気だ、今のところはね。ウル、ダメだ、無線を切りやがった。マドラス船長、車が来たわ、行きましょう。ああ、アフランシ行くぞ。船長、エバリーはどうなるんだ。しっかりしろ、アフランシ。今ここで気をもんでいてもどうにもならん。生きていることは確かなんだ。早くこっちの体勢を整えてどうするか決めよう。車はどれだ。あれよ、仲間が来てくれたわ。やだ、こっちだ、早く乗れ。バハンの動きはおかしいぞ。まだ、ミランダ、アフランシ来い。ミランダ、あんたのアジト香港マハにマークされていたんじゃないのか。そうかもしれないわ。お、マスター、港行きね、あれになりましょう。エバリーとクリシュナは香港マハに捕まった。僕だけ宇宙に行くわけにはいかない。アフランシ、あなたが香港に残っていてもエバリーを助けることはできないのよ。エバリーとクリシュナを釈放するという条件で僕が捕まってもいい。マハはそんなに甘くないわ。あなたを逮捕しても二人を釈放することなどありえません。じゃあどうすればいいんだ。あなたは宇宙に行くことだけを考えていればいいんです。エバリー一人守れなくて宇宙に行って何ができるっていうんだ。個人的な感情は捨てなさい。あなたはメタトロンを率いるリーダーになるのよ。急げよ、グズグズするな。ぐっせーな、やってるだろ。せん、クリシュナ、無事なんだろうな。こいつに乗って見てきたらどうだ。そういう冗談言ってる時じゃないだろ。冗談になりゃいいけどな。ガイアギアが動き出したら香港マハのマンマシンが大喜びで飛んでくるぜ。ジョー、ケラン、どっちが乗るのか決めとけよ。俺が乗る。ケランは臆病風に吹かれたらしい。バカ言うな、俺が乗るに決まってるだろ。俺の方が腕は確かだ。おい、ミッシェル。あ、船長。船長、クリシュナはどうなったんですか。香港マハに捕まった。ウルってやつに捕まったんですか。そうだ。ウルめ。船長、ガイアギアを出します。クリシュナは香港マハの本部にいるんでしょう。やめろジョー、ギリギリまでガイアギアは隠しておく。船長、時間がないわ、あと1時間よ。あ、そうだな。ケラン、どっかで車を調達してこい。は？車が必要なんだよ。荒っぽいことしてもいいですかね。緊急事態だ、許可する。了解。シャトル発射場にはミランダが送ってくれるんだろ。ええ、アフランシ、これがチケットとパスポート。パスポート？あなたの身分を証明するものよ。これがなければシャトルに乗れないわ。もちろん偽物だけど絶対バレないようにできているから。アフランシ、宇宙に上がるんですか。ああ、だから余計な騒ぎを起こしてシャトルの発信を邪魔したくないんだ。でもエバリーも捕まってるんですよ。余計なこと言うな。エバリーは俺たちが助け出せばいいんだ。船長、ダメだ、やっぱり僕一人で宇宙には行けない。アフランシ、今さら何を言うの。ダメだよ、行けないよ。エバリーを置いてはいけない。僕たちはずっと一緒だった、小さな頃からずっと。待ってよアフランシ。エバリー、遅いぞ。アフランシ、意地悪。ねえアフランシー、私ガバスーにお願いしたの。大人になったらアフランシーと結婚するって約束よ。約束。
ずっと一緒にいるって。やっぱり僕はエヴァリーを置いてはいけない。アフラシ、何をする気？エヴァリー、二度とマンマシンに乗らないって約束したけど、君を助けるために約束を破るよ。ごめんね、エヴァリー。ああ、やっぱり僕はガイアギアを操縦できる。シャーズナブル、僕の中にいるのならほんのちょっとでいい。僕に力を貸してくれ。ガイアギアを出し、倉庫の扉を開けてくれ。ダメよフランシー、ガイアギアから降りなさい。ミランダ、行かせてやろう。え？アフランシーシャーの命令だ。ジョ、扉を開けてやれ。わかりました。すまない、マドラス船長。ダメよ、何を考えてるの。ガイアギアを外に出さないで。エヴァリーとクリスナは必ず助けてくる。言ったか。なぜ止めてくれなかったの。これじゃアフランシは宇宙に上がれなくなるわ。仕方ないじゃないか。あいつは恋人を助けに行きたかったんだ。そんな個人的な感情で。いいじゃないか、夢中になって恋人を助けに行く。今のアフランシー俺は好きだな。奴はシャーアズナブルの人形なんかじゃない、普通の人間なのさ。もう一度聞く、アフランシーはどこに隠れている。知りません。ガイアギアの隠し場所は。知りません。君が教えてくれないのならそこにいるアフランシーの恋人に聞いてもいいんだぞ。エヴァリーに変なことしたら許せないわよ。彼女はメタトロンじゃないんだから。しかし貴重な情報源だ、見逃す手はない。汚いわよウルーリアン。僕はまだ優しい方だ。香港マハの尋問はひどいぞ。君のような活動家はともかくエヴァリーは耐えられるとは思えない。クリシュナ、今のうちに喋っておく方が利口だ。だから知らないものは知らないって言って。俺を舐めるなよクリシュナ。そんな脅しには乗らないわ。俺はアフランシに言った、俺を助けたことを後悔させてやるとな。そうさ、俺は奴に後悔させてやるんだ。甘っちょろいヒューマニズムなど戦いの中では何の役にも立たないってことを教えてやる。アフランシの優しさがあったからあなた今ここでこうしていられるんじゃない。それが俺にとって屈辱以外の何者でもないってこと、君には分からないようだな。アフランシが生きている限り俺は屈辱感に苛まれる。だから奴には死んでもらう。ウリアン少尉、ガイアギアが出てきたぞ。香港島の港に隠れていたらしい。ビクトリアハーバーを飛び越えカウルーンに入った。ガイアギアがこっちに来てるんですか。香港マハ本部に殴り込みをかけるつもりらしいよ。お嬢さん、乗っているのはアフランシシャーかな。そんなことわからないわ。アフランシじゃないわ。アフランシはもう乗らないって約束してくれたもの。少佐、他にも何人かパイロットがいたようです。ま、相手は誰でもいい。私の部下がガウスさんに乗って出撃した。香港マハの戦いぶりダーゴル大佐に手見合い代わりに伝えてもらおう。少佐は出撃されないのですか。出たいところだが少しは部下に手柄を立てさせてやらんとな。ガイアギアがここに来る。アフランシシャーだわ。絶対にアフランシを、私を、いえエヴァリーを助けるつもりなんだわ。アフランシなんて無茶なの。でもなんて優しい人なの。感じる、エヴァリーはこっちの方向にいる。僕にはわかる、エヴァリーはこの先にいるんだ。おいケラン、もうちょっとまともな車なかったのか。路上駐車の車を拝借してきたんだ。贅沢言うな。アフランシ、鉄砲玉みたいに飛び出しやがった。行き先分かったのか。そうか、そうだよな。アフランシは香港の地図なんか知らないもんな。
今ガイアギアはどの辺だろうな。あそこよ。あの方向には香港マハの本部がある。え？じゃああいつ分かってるのか。エヴァリーの居場所を感じるんですよ、きっと。いやしかしそれが本当ならアフランシシャは間違いなくニュータイプってことになるな。船長、あそこガウッサだ。香港マハのやつだ。3機のガウッサをガイアギアにぶつける気か。3対1、具が悪いぜ。マンマシンはアフランシに任せて、俺たちは香港マハの本部に先回りし、クリシナたちを助け出すチャンスがあるかもしれない。なんだ、何かが近づいてくる。敵のマンマシンが3機、モニターにデータが出てる。地球連邦軍のマンマシンガウッサ、どんな武器を使えばいいんだ。ビームライフル、ハイパーバズーカ。でもこんな街中で戦えば関係ない人が巻き添えになって死んでしまう。チョウとリンは奴を引きつけろ。その隙に俺は奴の後方に降りる。了解。だと新型マンマシンとやらどんな性能か見せてもらうぞ。なぜ攻撃してこないガイアギア。簡単に後ろを飛ばせると。落ちろ。何、拡散ビーム砲を避けた。いつ撃つのか予想して逃げたのか。また避けた。こっちの狙いを読んでるのか。僕の邪魔をするな。僕はエヴァリーを助け出したいだけだ。ガウッサは爆発しなかった。ビームライフルのエネルギーを絞り込んでコックピットだけ撃ち抜くようにすればエンジンブロックには影響がないんだ。よかった、これなら他への被害は少なくて済む。今僕は無意識のうちにビームライフルのエネルギーを落としていた。シャア・アズナブルが助けてくれたのか。あと2機。戦闘状況はどうだ。現在パウルンパーク近くで敵マンマシンと戦闘中。ガウッサ1号機がやられました。何、レイちゃんはどうした。チャン中尉戦死した模様です。ガウッサ3号機の識別信号が消失。2号機リン少尉が救助を求めています。3機ともガイアギアにやられたというのか。ガイアギアに乗っているのはアフランシ・シャアです。間違いない。信じられ。出撃した連中はベテランのパイロットばかりだ。こんなにあっさりとやられるとは。ジャン・ウェンフー少佐、マンマシンを貸してください。自分が出撃します。いや、ウリアン少尉はここにいてくれ。香港マハは客人の手を煩わすようなことはしない。ガウッサに出るぞ。発進準備。アフランシシャ、ジャン・ウェンフーのマンマシンなどにやられるなよ。倒すのはこの俺だ。クリシナたちを助ける。ガイアギアを出す？ダメよそんなことは。今騒ぎを大きくするのはまずいわ。なぜだ。ガイアギアを動かせば香港マハもマンマシンを出すでしょう。香港市内でマンマシン同士が戦えばスペースシャトルの発進にも影響します。これはスペースシャトルのチケットです。1枚だけ手に入れたわ。これがあれば2時間後に出発する予定のシャトルの定期便に乗れます。アフランシをシャトルに乗せるのか。ええ、アフラン氏が香港にいることが分かれば香港マハはシャトルの運行を中止させるでしょう。今度のシャトルを逃せばいつ。あの時ウルを助けたのは間違いだったんだろうか。そんなことはないさ。ここで見つかっちまったのは俺たちの油断だ。油断。これだけ人間が溢れていれば絶対に見つかるはずがないって思い込んでた。だから気が緩んだんだ。ウルってやつはそういう隙につけ込むことができる男なんだ。貨物船を襲ってきた時もこっちが逃げ切れたと安心した時
不意打ちをかけてきただろう。ああ、怖い男だな、ウルウリアンは。なあウリアン少尉、運がいいな。ウリアン少尉、自分もそう思います。あの車、運転してるのは女か。すごい運転テクニックじゃないか。まるで暴れ馬だな。手なずけるのに苦労しますよ、ああいうタイプの女は。クリシュナ・パンデント、ますます好きになったな。魅力的な女性だよ君は。マドラス船長。アフランシー、心配するな。今ミッシェルたちに連絡した。いざとなったらガイアギアを出して。おい、クリシュナたちが香港マハに見つかったぞ。え、逮捕されたんですか。いや、今車で逃げてる。無線連絡があった。アフランシー、ヤスだ。ウルウリアンが香港マハの車に乗っていたらしい。ウルが。クリシュナ、もっとスピード落として。捕まりたいんですか。あいつら貨物船を襲った連中ですよ。どうするのよ。しっかり捕まって、振り切ってやるわ。あいつらメタトロン。ええ、アフランシアを迎えに来た連中です。宇宙に上がれるかわからない。だからガイアギアを出すのはシャトルが発進してからにして。エバリーを見捨てて僕一人だけ宇宙に行けというのか。僕はまだ宇宙に上がると決めたわけじゃないんだぞ。落ち着けよアフランシー。ミランダの言う通りだ。今を逃せば宇宙に上がるチャンスはなくなる。船長、あなたまでそんなことを言うのか。クリシュナを信じろ。エバリーを連れてきっと帰ってくる。だからアフランシーは宇宙に行ってくれ。でももしエバリーが捕まったら。とにかくミシェルたちに合流しよう。ミランダ、車あるな。ええ、すぐに手配します。マドラス船長、